キンバリー・フランクルはアメリカ合衆国のプロレスラー。ワシントン州シアトル出身。キンバー・リー、プリンセス・キンバリーのリングネームで知られる。CZW が運営する CZW アカデミーでプロレスの練習を始める。2011年、同アカデミー初の女子卒業生となりキンバー・リーのリングネームが与えられる。10月9日、CZW 初試合として、 オースティンアジーとのミックスファイトで勝利。2012年4月、WSU 発参戦で J カップトーナメントにエントリーするがアテナに敗れる。同月にはアニー・ソーシャルとタッグを結成。しかし、初戦はリック・カトールド・アンドイ・ゼーブ・スウェーナに敗れてしまう。ソーシャルとのタッグはチックス・ユージング・ナスティ・タクティクスと名付けられる。5月13日、レナで初来日を果たし、 カンバヤシアキとシングルで対戦も敗れる。2013年1月、社員初参戦もミッキーロックスに敗れる。チェリーボムとタックを結成。当初はチームコンバットゾーンと呼ばれていたが、後にザ・キンバー・ボムズに改名。4月、シマー53にてシマー初参戦。10月、ザ・キンバー・ボムズで 3G へと変更。2018年3月8日。 WWE より解雇となった。ありがとうございます。